にも来てる。ヤリ川の戦士よ、ここを守り抜け。ユナ、続け。押し戻せ、決して通すな。クロード様、猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、タカを見ていろ。まず一つ。
壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤わせ。黙れ手抜け。己が得るのは六文銭だ。知恵事、調子に乗るなよ。
切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ガースザブサク。姉さん、町は守った。次は七村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。